フラジオレット音楽博物館、フラジアレットフロージョット1800トリット、コレクションプリベイ、ドミニクエノンフラジオレットもしくはフラジオレットは、フィップルフルートファミリーに属する木管楽器である。16世紀に開発され、ティンホイッスルに受け継がれた20世紀に至るまで製造された。フラジオレットは、過去400年間で大きく変化している。最初のフラジオレットは、フレンチフラジオレットと呼ばれ、 前面に四つ、背面に二つの男を持っていた。この楽器は、フレデリック・シャロンや、サミュエル・ピープスに演奏され、ヘンリー・パーセルや、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルが作品を書いている。バード・フラジオレットと呼ばれる小型の楽器も制作され、鳥に歌を教えるのに使用された。フレンチ・フラジオレットの演奏するためのキーは0から7個で、ある。例外として、 ビューフェクランポン製のベーム式、フレンチフラジオレットは13個のキーを持っている。18世紀末から19世紀初頭に、あるイングランドの楽器製造会社が、全面に6個の男を持つフラジオレットを製造し始めた。これは、イングリッシュフラジオレットと呼ばれ、ティンホイッスルと同様に金属製であった。操作キーは0から6個である。フルートやファイフとして演奏できるように、 歌口が交換可能なものも製造された。1810年頃にイギリスのウィリアム・ベインブリッジはワ音ンを演奏できるように2つのイングリッシュフラジオレットから構成されるダブルフラジオレットの特許を取得した。また彼はトリプルフラジオレットやオカリナと同様の運指法を持つドローンパイプも製作した。フラジオレットは最終的にはティンホイッスルに完全に取って代わられ、 今日演奏されることは滅多にない。しかしながら、この楽器の演奏は非常に容易であり、音色も柔らかで上品である。フラジオレットはおよそ2オクターブの音域を出すことができる。ありがとうございます。